ニングジャム。3-4おもろい家族パート2。この時間はジャパンホーム&健康な体と綺麗な水を守るシャボン玉石鹸、真心を伝える伝統の美やめ人形会館の提供でお送りします。さあ12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には福岡の美味しいお取り寄せ食べんとの一品プレゼント。はい、今週も大名にあるリストランテファンファーレというイタリアンレストランのトスカーナ風魚介の食べるスープカチューコプレゼント。ミシュランガイドにも載っているお店の美味しい魚介がゴロッゴロ入ったスープが家で温めるだけで手軽に楽しめるっていうことなんで、ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。はい、そしていよいよ今度の土曜日です、おもろい家族の配信ライブやります。ありがとうございます。ありがとうございます。チケットは1枚1200円、 FM 福岡のホームページで買えるということですね。うん、でね、なんか登録だとか、パスワードをね、入力したりしなきゃいけない、パスワードは自分で決めてくださいね。そういうちょこっとだけ手間暇がかかるんで、はい、早めに、チケットは手に入れるようにしておいてください。で、今日のこの後12時半になったらテスト動画を1本アップします。はい、で、その動画がきちんと見られれば、あとは土曜日の7時50分になってスマホ、タブレット、それからはたまたネットにつないだテレビの大画面の前でね、スタンバイいただければというふうに思います。はい、もちろんその時間にね、ちょっと用事があるっていう人はアーカイブ残すんで何度でも楽しめるし、音声のダウンロードもできるということになってます。なんといっても私は、まあ母が48年育て続けた金のなる木々に48年で初めて花が咲いたっていうパワーを昨日もらってきましたから、はい、そのパワー、動画にうちのおふくろのなんかこう声が入ってるかもしれませんけども、画像と動画はね、ご利益画像とご利益動画っていうことで、はい、インスタにアップしたいっていうふうに思ってますから、これ本当楽しみにしてますからよろしくお願いします。な金のなる木みたい、どんな花か。いや、綺麗だよ、ものすごく可憐で綺麗です。なのでね、楽しみにしておいていただければ、もうそのパワーをですね、はい、最大限に、土曜日もう私がご利益を受けるっていうよりも、そのパワーを私の体を通して、はい、全員に余すことなくドドーンと、配信ライブの時に、放出したいと思いますんで、はい、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。さあ、それではね、今日届いたおもろい家族、まずはねこちら面白いんですよ、男性の方からいただきました。中地小浜ちゃん、こんにちは。こんにちは。先日3歳の息子と生後2ヶ月の娘を連れて児童館に遊びに行った時の出来事、お父さんが連れて行ったってことなんですね。その日は平日ということもあって児童館を利用している人がすごく少なかったんです。保育園にも通わせられず、近所に仲良しの、同年代の子供もいなくて、いつも私たち家族としか遊べない息子、児童館に行けば息子と同年代の子供もいるのかなと期待しながら行ったんですが、結局は私と息子の2人で遊ぶことに。下の娘をベビーベッドに寝かしつけて、しばらく息子と2人で遊んでいたら元気な女の子の声がしたんです。見ると息子と同じ年ぐらいの女の子と下の娘と同じ月齢ぐらいの赤ちゃんを抱っこしたお母さんが入ってきました。はい、まずお母さんが下のお子さんをベビーベッドに寝かしつけていたんですが、隣のベビーベッドに寝ていたうちの娘に気づいて、上の娘さんと2人で可愛いねと言ってくれて、私がベビーベッドに近づいていって軽く会釈すると、お母さんが何ヶ月ですかと尋ねてこられて、2ヶ月ですって返したら、あ、同じだ。さらに上のお兄ちゃんはおいくつですかと、聞かれたんで、息子に自己紹介しなさいと言ったら、息子が僕大成3歳と元気に答えました。するとお母さんが、まあ上の子たちも同級生ですよ、偶然にも子供たちが2人とも同級生ということで、そこから少しそのお母さんと世間話。その間に上の子たちはすっかり仲良くなったようで、一緒に遊んでました。女の子は保育園に通っているそうで、息子と同級生とはいえその振る舞いがまるでお姉ちゃん。しばらく2人が遊んでる様子を見ていたら、大成おいで、そしたらお母さんがこらこら呼び捨てにした、
らダメでしょと叱ってて、私としてはすごく仲良くなったみたいで、むしろ嬉しかったので、全然大丈夫ですよと言って、息子もうん待ってと満面の笑みで女の子を追いかけていきました。そして2人はおままごとを始めたんです。大勢お皿持ってきて、うん。大勢飲み物準備して、うん。笑顔で素直に女の子の言う通りに働く息子。お前もお父さんと同じように女の尻に敷かれる人生を歩むんだろうな。家の私の姿を見ているようでとても複雑な気がします。まあまあね、それの方がうまくいくっていう、 そんな話もありますから、はいはい、はい。まあ今ねこういうメッセージを紹介するとですね、とかく女男とか言わないようにみたいな、はい、あのそれ分かった上で、はい、作品の都合上ご紹介してますんで、そういうのは別の番組にいろいろ言って別の番組にも言わなくていいですうちの番組はノーサンキュー。さあそれからね、これいきましょうか。これもすごいんだよな。ゆうこさん、中地小浜ちゃん、こんにちは。こんにちは。うちの主人の話、はい、60歳で定年を迎えた主人、うん、定年に向けて教育がある会社だったから、今まで本当に家のことは全く何にもできない人だったんですが、とても積極的に家事に参加してくれるようになりました。へえ。ただ洗濯物を干せばシワシワ袖は内側に入りまくってる今日は男の料理だと筋肉のシチューを作れば肉がまだ全然柔らかくなっていてゴリゴリ、スキルのなさに、びっくりするんですが、それでも毎回くじけずにトライする姿は感心するし笑える、うん、今までとにかく時短のためにはお金で解決していくというような人生だったこの人が、自分のお気に入りの靴下の穴を下手くそな手つきで作るのも本当に感心するし、びっくりした。すごい。いやだから結局忙しいっていうことだけだったんですよ。うんうん、そうですね。旦那さんはね。はいはい。で、あのなんていうか、その忙しい、結局ね、うん、あのまあ時間っていうのもお金なんで、その時間を惜しんでなんか別のことにっていうところでお金を出した方がやっぱ安上がりだっていうところもないことはないからね。でもまあ時間ができたら、うん、それは自分で。下手くそな手つきで自分の靴下のお気に入りの靴下の穴を作ろうのも本当に感心するしびっくり。だってもったいないじゃんと笑顔の主人。変われば変わるもんだ。最近はそのもったいないスイッチが入りまくってて、今日も私がセーターの毛玉をハサミでチョキチョキしていたら、うーんと考え込む主人。何って聞いたら、それってさ、なんかふわふわしててあったかそうじゃない、なんか作れないかな。毛玉で。本人は至って真面目。この毛玉の切れっ端でクッションを作るんだったらセーターが100着必要ですよ。そのうち掃除機で集めた綿ぼこりでなんか作ろうとかなりませんように。今まで知らなかった世界なので全てが新鮮に映ってるみたい。簡単な献立でも全てのものを最後に同時に仕上げることなど、やっぱり感心してくれるようになったんですよね。主婦の仕事は奥深いんだよって私が言うと、その言葉にうんうんとうなずいてくれます。これからもお互い元気にいきましょうと思ってます。うわー、素敵。いいですね。素敵素敵、ね。まあまあだからね、本当になんていうか、はい、今までの埋め合わせみたいなのをね、きちんとやらないと。そうですよ。そう、その後っていうのはね、そういうことですよ、とっても大切ですよ。定年を迎えた後、いろんなことが見えるんですよ。お手本とかがやっぱあるんでね、はいはい、おもろい家族はおもろいだけじゃない。本当本当。
ただね、今度の土曜日はもうおもろいだけでね、楽しんでいただければなんといってもうちの母が48年、はい、育て続け、はい、初めて咲いたという金のなる木を見た、そのパワーを今度の土曜日は余すことなく私が、皆さんにぶつけますんですごいパワーでしょうねそれねおもろい家族の配信ライブもお楽しみに。